ジューヌエコールは日本の競争馬、繁殖品馬。主な価値案は2016年のデイリーハイ2歳、ステークス、2017年の函館スプリントステークス。馬名の由来は大規模艦隊に強力な小型艦で対抗する19世紀の海軍の戦略思想。7月10日中京の新馬戦に安城、福永祐一で出走。 三番手追走から抜け出してデビュー勝ちを飾った。続く9月24日、阪神の気境ステークスでは、シールメールを背に一番人気に押され、スタートで出遅れて最後方からの競馬になったものの、直線で前の馬を差し切って優勝。再び福永に安城が戻った11月12日、京都のデイリーハイ二歳ステークスでは三番手に位置を取り、 ゴール前でのボンセルビーソとの叩き合いを制して、勝利、無敗の3連勝で重勝初制覇となった。自走12月11日阪神の阪神、ジュベナイルフィリーズには、香港スプリントで、ビッグアーサーに起乗する戦役があった福永に代わり、エム・バルザローナを安城に迎えて出走。両決馬ソウルスターリング、アルテミス・ステークス優勝馬リスグラ州、ラニサイステークス優勝馬、 例のミノルに次ぐ4番人気に指示されたが、道中は折り合いを変いた上に、直線では横の馬と接触する場面もあり、最後は失速して11着に終わった。起乗したバルザローナは、スピードのある馬で1200メートルから1400メートルがベストでしょうか、とコメントした。北村智和とのコンビで臨んだ3月12日阪神のフィリーズレビューでは、 直線入り口で外から内に切れ込んできた、例のミノルとうちの馬に挟まれる風利りを受け、前との差を詰められず4着となった。本番の4月9日、大賀賞では大きく、人気を落とし、道中ではまたもかかり気味となり9着に敗れた。次走には、初の1200メートル戦となる6月18日、函館の函館スプリントステークスを選択。 5 0ラムでの出走ということもあり3番人気に押された。レースでは早い流れの中で中断に位置を取り、4コーナーで外から進出すると、直線半ばで先頭に立ってそのまま押し切り、2着に2馬新反差をつけて解消。重傷に勝明を飾った。勝ちタイム1分6秒8は、函館芝1200メートルのコースレコードであり、 アグネスワールドが持つ日本レコードに0秒3まで迫る、高速決着となった。その後は8月27日札幌のキーンランドカップへの出走を予定していたが、爪の不安のため回避。10月28日京都のスワンステークスで復帰するも12着、11月26日、京都の京半杯は14着といずれも大敗し、この年を終える。 2018年は3月3日中山のオーシャンステークスから始動したが12着。約1年半ぶりに、福永が手綱を取った3月25日中京の高松宮記念は17着。連覇を目指した6月17日の函館スプリントステークスでは14着と重傷での2桁着順が続いた。その後は8月26日の時ステークス、10月14日の 新越ステークスと2戦続けて、新潟千4 0 0メートルのオープン戦に出走したが5着、9着と、勝利は上げられず、自走からは、ダートに転向。初のダート戦となった11月25日の京都、オータムリーフステークスは7番人気での出走となるも、圧倒的一番人気に押されていたコパの、キッキング相手に、首差の2着と、抗争し、 箱館スプリントステークス以来およそ1年半ぶりに馬券圏内に入った。年が明けた2019年は前走と同コースの2月17日台はステークスに出走、ゴール手前で山人アンプリメに差し切られたものの再び2着に入る。その後は続けてダート1200メートル線に出走したものの4月14日、中山の京葉ステークス、4月29日京都の 天皇さんステークスと連続四着に終わった。その後、右前足の急接部の骨折時計人体炎が判明。場所のサンデーレーシングの規定である引退期限の6歳3月末までの復帰が難しいと判断されたため、8月3日に現役引退が発表された。8月7日付で競争馬登録を抹消。今後はノーザンファームで繁殖品馬となる。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。